最近、ドジャースとマリナーズの試合前に、投手の山本義信は、怪我からの復帰後、2度目の投球練習に参加しました。これは、彼が怪我をした後、バッターとの対戦形式の投球練習、ライブ BP を行うのは、2回目となります。この練習では、デイブ・ロバーツ監督と、アンドリュー・フリードマン GM の見守る中、山本は、2イニングで、計34球を投げ、主に、マイナーリーグのバッターと対戦しました。 この練習の結果は、1本のヒット、1つのフライアウト、そして3つの三振でした。特に彼の対戦相手は、マイナーリーグからの2人のバッターで、交互にバッターボックスに立ちました。第1イニング度は、山本は見事に2つの三振を記録し、その後、フライアウトを奪い、最後にヒットを打たれましたが、ボールはキャッチされました。 ベンチでの休憩後、山本は安定した投球を続け、第2イニングでは、速球で2つの三振を奪い、さらにゴロを処理して、味方の守備にボールを渡しました。特に、山本は、最速96マイル、約154.5キロの速球を記録し、他にも、様々な変化球を試しました。練習後、山本は回復状況について、前向きな感想を述べました。 前回よりも調子が良く、予定通りにイニングを投げることができたので、これは良い兆候だと思いますと話しました。彼はまた、9月には、試合に戻れる自信があり、回復が計画通りに進んでいることを明かしました。変化球について、山本は良いボールもありましたが、まだ望んだ通りにはいかないボールもありましたと語りました。コントロールはまだ安定していませんが、徐々に改善されると信じていますと続けました。 タイラー・グラスノーなど主力投手の負傷により、ドジャースの投手陣が厳しい状況にある中、山本は急がずに計画通りにリハビリを進めていく意向を示しました。私たちは詳細なリハビリ計画を立てており、その計画に従って心配せずに進んでいますと、彼は述べました。この練習を見守ったデーブ・ロバース監督も山本の進捗に満足していることを表明しました。これは大きな一歩です。山本は非常に良い投球をしました。 第2イニングでは少しコントロールに問題がありましたが全体的に非常に良い練習でした。山本にとって非常にポジティブな一日でしたとロバーズ監督は語りました。ロバーズ監督は山本の回復計画についても具体的に明らかにしました。5日後に山本が3イニングを投げられたらマイナーリーグに送りリハビリ登板を続けますと述べました。その後マイナーリーグの試合で4イニングを投げさせその時点で状態を評価します。 このスケジュールは彼の復帰準備には妥当だと思いますと続けました。具体的な計画と順調な回復状況により、山本が9月にドジャースのラインナップに戻る可能性は非常に高まっています。以前、6月16日のカンザスシティロイヤルズ戦で山本は2回の当番後に怪我でマウンドを降りなければなりませんでした。7月初旬にようやくキャッチボールを再開しました。 特に8月16日、セントルイスカージナルス戦前の練習で、山本は初めてライブ BP に復帰し、5人の打者に対して17球を投げ、ヒットを許さず2つの三振を奪いました。8月20日、山本は怪我以来5回目のブルペン投球に参加し、感触を確かめるために6球を投げました。目標は9月に1軍復帰することです。 今後の計画について、山本は公式戦での投球を重ねて、自分の能力を評価する必要があることを認めました。自分の能力を確認するために、さらに試合に参加する必要があります。このプロセスは、一歩一歩慎重に進める必要がありますと話しました。今後のプレイオフへの参加について質問された際、山本は9月に投球できる自信を持っていると述べました。9月には、試合に参加できると思います。回復は、非常に順調に進んでいますと語りました。 怪我前の状態に戻る進捗について、山本は一歩一歩、怪我前の状態に近づいていますと述べました。前回のライブ BP 後、山本は問題なくトレーニングを続けることができました。前回の練習後、特に問題はなく、その後も順調に練習ができました。今日も問題なく投げることができましたと、山本は述べました。山本の回復が順調である理由の一つは、彼が怪我の悪化を防ぐために、早めに行動したことです。 肩の腱板損傷の場合、通常は手術が必要ですが、それでも完全に回復できるとは限りません。手術後でさえ、元のパフォーマンスに戻れる保証はありません。山本が怪我が悪化する前に、適切な判断を下したことは、賢明な選択でした。ドジャースの GM も、山本の練習を慎重に監視し、彼が完全に回復する前に復帰させない意向を明らかにしました。ブランダン・ゴメスは、肩の怪我の場所を考えると、 現在ドジャースは非常に慎重に山本の復帰時期を検討していますと語った。現在のチーム状況では彼の参加が求められているが再び怪我をした場合これまでの努力が無駄になるかもしれない。肩の剣板の怪我は軽視できず回復には最新の注意が必要です。そのため多くのファンは山本に今シーズンを急いで戻るよりも来シーズンに焦点を当てて完全に回復することを進めています。しかしゴメスはこの問題について 現状では、これ以上待つことはできませんと、一言だけ述べました。山本が9月に復帰するなら、いきなり競合チームと対戦させるのではなく、エンゼルス、マーリンズ、ロッキーズのような弱いチームと対戦させる方が良いかもしれません。全てが順調に進めば、彼はワイルドカード、または地区シリーズから貢献できるでしょう。山本自身も、再発の可能性について心配しています。 山本は再び怪我をすることが怖いので、投球戦術に小さな変更を加えていますと述べました。山本は自身の怪我の原因について率直に話しました。様々な理由があると思いますが、疲労の蓄積もその一因です。しかし、今は回復し、再び戻る準備ができていますと、山本は語りました。山本はそれを理解しているため、トレーニングとリハビリに非常に集中しており、体力と技術の調整に重点を置いています。 多くの専門家によると、山本の怪我の原因は、MLB のボールによるものです。また、速球の速度を上げ、スライダーを多く投げることや、投球フォームも影響しています。山本は、メジャーリーグのボールに適応しようと、無理をしました。メジャーリーグの公式球は、日本のボールと比較して、大きく、重く、滑りやすいと言われています。滑りやすく、大きなボールを強い力で投げると、再発の危険性が常に存在します。 ドジャースネーションのサイトでは近年投手の球速が上がりメジャーリーグの投手でもトミー・ジョン手術を受けるケースが増えていると指摘しています白人や黒人に比べて骨格が小さい日本人選手は長いシーズンを通してより多くのプレッシャーにさらされています球速を上げると怪我のリスクが高まり逆に球速を落とすと打たれてしまう山本も MLB に対して投手の怪我のリスクを減らすためにボールを変更するように何度も希望を述べています MLB がボールの質を変えて私や他の投手が怪我を恐れることなく投げられるようになることを願っていますと話しています。山本はまた MLB が NPB のボールを使用すべきだと提案しました。水野のボールは湿度が高く投手がコントロールしやすく試合中も快適に投げられるとされています。従って MLB は水野と提携してボールを生産することを検討すべきだと思います。 怪我からの教訓と自身の体の状態を理解して山本は休息の時間を使って投球技術を調整しました将来の怪我のリスクを減らしパフォーマンスを最適化するために投球スタイルを試行し調整しました山本の復帰は特に他の主力投手が怪我に苦しんでいる状況でチームの戦力を強化することが期待されています山本が再発しないようにするためにロバース監督によると彼にストレスやプレッシャーをかけないことが重要です また、ロバース監督は、山本や他の選手の健康を維持する方法を見つけることを約束し、投手が怪我をする原因を含め、様々な要因を考慮することを約束しました。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で、話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。